はい、雑談のコーナーです。私自らも日本ゲーム大賞の活動をしておいてこんなことを言うのもはばかれるのですが、ゲームに対する賞って誰が何の権利で行っているんでしょうね。最初に私の考え方を強調しておきますが、その人が良いと思ったものがナンバーワンです。多くの価値観、狙い、方向性があるゲームの中で一等賞を決めようということ自体は私はあまり賛成できません。ゲームの良さはそれぞれの方向性です。順位やランクじゃないんです。広がる価値観を一ところにまとめて優劣を競う必要はないよなと。でもそれでもゲームの賞って山ほどありますよね。話題になりやすいですし。なぜあるのかといえば、作った人や支えたファンに喜んでもらうためだと思っています。実際各受賞式の会場などでは制作者がまあ喜ばれるのですよ。いいものを作った人に売上以上の喜びはあった方が良いです。これは歓迎されるべきことですよね。だからこそゲームに与える賞をレースとして見るべきではないと思います。何かの位置を上げたことで別の何かが下がるというわけではありませんから、ただ喜んでもらうためだけに開催すると考えるのが何よりかなと。私本人や私の作品も結構賞をいただきました。どうもありがとうございます。私自身がもらうことはもちろんですが、それに携わったチームが賞されることで、やったことに対して残るものができるのは何よりだと思います。そして私の活動ですが、ゲームデザイナーズ大賞というものの、審査委員長をしておりまして、個性のある作品を、作ったディレクターから票を集め、独創性をテーマに賞を与えています。これぞ何様だよと言われても仕方がない。ゲームを作る側が評論する側に入ってどうするのと言われても、まあしょうがない、覚悟の上です。日本ゲーム大賞は基本的に得票数が一番大きな判断基準になりますから、どうしても人気票になってしまいます。純粋に売れて母数が多いものが有利です。だけどゲームの評価ってもっと大切なものがあるのでは。商業と関係なく、ゲームに大切な独創性をその生みの苦しみを味わったディレクターたちがちゃんと拾い上げる、これは何らかの価値があることと思います。新たな芽を育てるためにも、票数で決まるだけではない新たな価値をもたらす賞はあった方が良いのではないかなと。基本的にゲームの賞は良いゲームを作った人たちと、そのファンを喜ばせるためのものだということで、